はい、こんにちは、ちーと申します。今日もまたループ8続きを遊んでいこうと思います。現在4週目の世界で、今8月4日、そして世界の終わりまであと5日というところまで来ております。で、まだ今回のねターゲットは特に見つかっていません。で、3週目の時はね、1人目のターゲットがナナチくんだったんですが、ちょっとね、ナナチくんとなかなか仲良くなれていないので、ちょっとあーってなってますナナチくんと仲良くしたいんだけど、なんかね、話しかけすぎて逆に嫌われてるっていう感じですね。まあ、そんな感じで引き続き、まあ、ナナチくんと仲良くしつつ、まあ、もちろんナナチくん以外とも仲良くしつつ、4週目の世界を過ごしていこうかなと思ってます。で、あ、マックス先生、おはようございます。おはようじゃないか。神という存在は実に身勝手だ神が身勝手。人を生むことも、巡り合うことも、愛の奇跡も、殺すことすら手のひらの上だとのたまっている。マックス先生はさ、神様のこと嫌いなのかな。あと、この会話って多分初めてだよね。マックス先生の口からさ、愛っていう言葉が出てくることにちょっと意外。もちろん、そんなものはヨタ話だろう。信じたところで足元を救われるだけだ。まあ、マックス先生は神様信じてないですね、これはね。だが、信仰されてきたことには理由がある、人の生死すら左右する人知を超えた力、呪力だ。呪力？それが存在するとすれば、解き明かし利用することができるとすれば、これマックス先生やばいのでは。闇落ちルートがあるのではこの救いようのない人生を通す価値があるかもしれない。あ、ダメですわ、これはちょっとマックス先生闇落ちしますねそんな予感がして、ちょっとワクワクするな、これ。またお会いし、あ、学校にナナチくんいる。これ来てるかなどうかな。世界の終わりまであと5日なんだけど、ちょっと見に行くか。あ、でもいない。あれ、違ったかな。いちかちゃん、この町を守る封印が解かれました。あ、そうらしいですね。けがいが坂を上がってきて、これなんか前も聞いたな。ニニ様、あら、あ、ニニ様に一つお教えしたいことがあります。あ、でもこれも読んだな。よもつひら坂を開くほどの力を持つようになった死んだ神は、さらにその力を強めていきます。確かにね、たかこちゃんに取り付いてたというか、乗っ取ってたというかね、あの気概はだいぶ強かったですよね。あら、ここからは敵が日々強くなると思うといいでしょう。やっぱりどんどん強くなってくんだ。はいはい、これちょっと気になるよね。私はどうせすぐに消える身なのですから。3週目の時も言ってたけど、いちかちゃん自身が式神だって言ってたことと何か関係があるのかな。消えないでほしいんだけど、はい、夏の終わりまでの話、消えないでほしいんだけど。ななちくんは今はさっきまで休んでて、今は移動。フラットな気分ってどうだろう。大丈夫かな。いい気分ではないけど、悪い気分でもないから、遊ぶ欲で動いているらしい。まだね、遊ぶとかの提案できないんだよね。まずは無難なところからちょこちょこと好感度を上げていきたいところ。オッケーオッケー。うむ、遊ぶぞ。あ、遊ぶぞって言ってる。時間は有限だ。精一杯楽しく過ごさなきゃ損じゃないか。私もそう思う、本当にね。好きだな、そういうところ。やれやれ、大山くんも懲りないね。言われてしまった。そこまでして僕に話しかけたいことがあるのかい。ちょっとでも仲良くなりたいなって。あ、アニメについて聞きたい。なんとなく話が聞きたい。これ初めてだね。え、でもアニメについてかな。どんなのが好きなんだろう。なるほど、アニメについて話せるのは僕くらいなものだ。それに同行の主と語り合いたいという気持ちは非常に非常によくわかる僕も昨晩は遅くまで熱弁してたものさ。何見てるんだろう、ナナチくん。この時代のアニメって何？いいだろう、ならば語ろうじゃないか。いや、教えてほしい、本当に。だが縛りをつけねば語りたい内容が多すぎる。あ、
よし、名作アニメ縛りにしよう。行くぞ。オッケー。どれだ名作アニメ。この時代のアニメがわからない。あ、その後ナナチが一方的に名作アニメについて語り続けた。いやでもさ、こういうの聞いてるだけで楽しいよね。一方的に聞いててもなんか熱意を感じるからさ、私はすごい好き。いや、やっぱナナチくんいいな。あ、ネットでは、あれはそういう描写か。そういう描写か。ネットでは毛飼いの正体とか政府の陰謀とかはよく聞くネタだけど、まあ信憑性なんてあったもんじゃないね。毛飼いか。そっか、毛飼いもまだなんかね、そんなに実際しっかりと、まあこういうものですっていう定義があるわけじゃないんですよね。政府の陰謀か。陰謀論出てきたかな。望みなしだ。なんか食いに行こうよって。これイベントせっかく発生したのに。また今度行きたいね。選択肢が全然どれもダメだな。仲良くしようがなし寄りのなしって。これしかないや。あ、よかったよかった。もちろんだ。ちょっと話しかけすぎたかな。また少し離れましょうか。あ、やばい、ななちくんが泣きたい気分になっちゃった。タカコちゃんも泣きたい気分になってる。どうしよう、話しかけていいかな。楽しいことが転がってないかな。熱いね。あーやばい、ダメだった。なんか話しかけるタイミングがやっぱ良くなかったみたい。ちょっと他のみんなを見てみよう。あー、みっちちゃん怒り気分だ。話しかけない方がいいね。ホーリくんがフラットな気分か。ホーリくんかな、話しかけるなら。なんかわちゃわちゃしてるとね、話しかける相手間違っちゃったりするから。よし、いちかさんと仲がいいみたいだな。あ、また言ってる。いいことだ。彼女はいいと思うぜ。いや、ホーリくんが好きなんでしょ。嫌だよ。嫌ってなんだ、嫌って。まあ確かに若干、いや、かなり世間とずれているけど。いや、だいぶずれてるね。確かにね。それは彼女のせいじゃない。あ、何か知ってる。だいたい世間からずれているのはお父さんもだ。お似合いだよ。まあそういう意味では確かにね、お似合いかもね。でも私はホーリくんとも似合うと思ってるよ。人間はいいところを見るもんだ。悪いところを見ていたら結婚なんかできない。そりゃそうだ。ということで頑張れよ。いや、それでも私はホーリくんといちかちゃんをちょっと押していきたい。あ、マキナちゃんは、笑いたい気分だって。ちょっとなんか気分良さそうだね。話しかけてみよう。いい。木の成長がすっごく早くなると年輪ってどうなるんだろう。その模様織物の柄にしたい。なんか独特なこと言ってる。え、でもこんなにさ、初めの頃から木の成長がってみんな言ってるんだね。なんだろうな、木の成長って。ご神木かな、やっぱり。そろそろ鍛えなきゃね。今ちょっと鍛えなきゃって気分なんだよね。でもこういう夕方にさ、マキナちゃんを特訓に誘ったらさ、いや、選択肢がないけど、門限があるんでしょ。知ってるんだ僕は。うんうん。あ、ファーターを頼っていろんな人が診察に来るの。私も鼻が高いな。ここで言ってるファーターってさ、やっぱりお父さんのことだよね。つまりマックス先生のことだよね、多分ね。いろんな人が診察？診察？それってなんか人間じゃなくて機械かな？機械のメンテナンス的な感じなのかな？あ、あれ？何？これ今ね、商店街に足を踏み入れたらなんかイベントが発生しました。あ、商店街に入ったところで国先生と出会った。このイベント初めてだね。珍しいですね。魚屋に用事ですか？あ、いや、帰ろうとしてただけで。料理当番か何かですか？ミニ君料理できるのかな？私は作り置き用に魚を買いに来たところです。最近火の扱い方を理解したので、少し難しい料理にも挑戦しようと思っています。素晴らしい。先生も今ちょっと料理を始めたくらいなのかな？火の扱い方って。どうしましたか？意外そうな顔ですが、私も自炊歴は長いですよ。大学時代からかれこれ10年にはなりますね。お菓子作りもしますよ。
え、すごい先生、何でもできる。どうしましたか？以前は直接火を扱う料理は苦手でしたが、最近は火加減の塩梅というものが分かってきました。まさに料理の楽しさが分かってきたという感じです。素晴らしい。あ、もっとイベント見たいな先生。説教しますよ。あ、普通にしていると生徒が勉強しない。あー、これなんか前もあったな。ごめんなさい。でも勉強は確かにね、そんなに。おなんか食いに行こい。わずかか、ちょっとそこにまだちょっとかける勇気はないかな。また今度誘わせてください。お、ののちくんだ、やっほー。現実は残酷だよ。都会から疎開者がどんどんやってくるような情勢で、よその地域の有名大学に進学しようとか考えるのはなかなか難しいことだよ。あー、やっぱそっか、そりゃそうか。情勢はあんまりよろしくないよね。そうなってくると、あー、選択肢がもう全然望みなしばっかり。そう考えるとミッチちゃんがね、大学に進学しようとしてるのがどれだけすごいことなのかっていうのがちょっとね、理解できてくるね。ダメだ、一緒に歩くか。もうダメだ、他の選択肢がないよ。あ、すまないね。ダメか、ごめんね。あ、マックス先生、さっきまで祈りを捧げていたらしい。あ、でもね、やっぱり神様のことは信じてないけど、神様の力はでももしかしたらあるかもしれないとかって思ってんのかな。呪力って言ってたよね。お祈りはするんだ。悪くはない、普通の日常。んー、いちかちゃんは真面目な気分、ほうりくん怒り気分。ダメだ、みっちちゃんも真面目な気分か。さっきまでダッシュしてた。どうしたんだろう、話しかけてみるか。ちょっと、つひさくん、何、あなたも陰口でも叩きたいわけ。あ、違う違う違う、ななちとね、仲良くなりたい。大事な話よ。あ、ごめん、そんな人間じゃないって分かってる。ただ聞こえてくるのはそんな話ばかりだから。聞きなさい。閉鎖的な街でコミュニティに率先して参加せず、内向的な趣味にうつつを抜かしている人間が一体どう思われているか想像つくでしょう。辛口すぎる。ちょっと待って、ななちくんそういう風に見られてるの。いいじゃん別に、だって高校生でしょ。趣味に夢中になってるのは、まあでもな、あれか、時代もあるか。昔はさ、なんかオタクっていうだけでそういう扱いだったよね。うん、今はいい時代になったな。そう、アニメなんて今時特殊な趣味でもないのにね。でも有害な人間じゃないってみんなわかってる。だからからかうのよ。あ、別にそんななんかね、悪意を持っていじめてるとかじゃなくて、この子のみたいな感じでからかってるけど、でもななちくんはそれで傷ついてるよね。聞いて。でも彼はそんなに悪くない人よ。地域も人もこの世も憎んではいないみたいね。ななちくん超いい人だと思う。みっちちゃんはよくわかってるね。それにしても人里は随分と騒がしいのですね。私びっくりしてしまいました。人里ってお祭りでもないのに何か理由があるんでしょうか。それよりもいちかちゃんは一体どこから来たのかがちょっと気になるよね、こういう言い方をされるとね。草花の育ちが通常通りというところだけは不幸中の幸いでしょう。草花は敵ではないということですから。草花が敵じゃない？え、じゃあなんか異常に成長してる木は敵になりうるってこと？うわ、なんか学校前にすごいゾロゾロ集まってきてる。何人いるんだ？ナナチくんも含め5人か。ちょっとナナチくんにね、話しかけてみたいんだよね。ナナチくん、うわぁ。やばい、ブロックされてて話しかけられない。いつも通りにするだけだ。僕かい、普通にしてるだけだよ。あれは発生しないね、けがいのやつはね。聞いてくれ。あ、この国の人間が現状を平和だと思っているのは感覚が麻痺してしまっているだけだよ。どういうことなんだろう。あ、やばい、先生との選択肢が全然ダメだ。あ、今ね、家に帰るのが遅くて、このはちゃんに怒られちゃった。
そして強制的に夜パートです。あれ、なんか今までと違う？その毛貝は岩をめぐる中連縄を切ると大きな音を立てて打ち進んだ。あれ、これ初めてじゃない？え、もしかして初めての毛貝これ。翌日です。8月5日水曜日。はい、翌日になって8月5日、世界の終わりまであと4日なんですけど、なんかさ、毛貝が来た時の文言がちょっと違ったんですよね。これってやっぱりさ、もしかして周回重ねるごとにターゲット変わったりする？今回の一人目って七地くんじゃない可能性が出てきましたね。引き続きちょっとターゲット確認していきましょう。朝です。どうしようかな。七地くんじゃなさそうなんだよね。多分タカ子ちゃんでもないと私は思ってて、なんかね、ベニちゃんとイチカちゃんもね、なんか違うと思うんだよね。これさ、マックス先生怪しくない？なんかもうずっと私マックス先生のことずっとずっと怪しんでるんだけど、ここ行ってみるか、海岸。マックス先生はこちらに気づいていないようだ。取り戻す。やっぱり。必ず取り戻す。神たる力を解析し、解析。死の淵、黄泉から。あんなまがいものではない。まがいもの？妹も両親も、遥か彼方の祖国も、幸福だったあの日々を。そうでなければ、僕の人生には、生き延びたことには意味がない。マックス先生は海を見つめていた。波が荒れている。うわー、これ、いやでもなんかだいぶ気になる。先生の過去ね、正直めちゃめちゃ気になってた。わかるんじゃないこれで。ね、マックス先生だった。4週目1人目のターゲットで、多分なんだけど、あんなまがいものではなくって言ってたまがいものがマキナちゃんのことなんじゃない？なんかすごいなんか嫌な予感がするよね。これどうしよう。マックス先生もちろん助けたいんだけど、まあ誰と行くかっていうところで、マキナちゃん連れてったらまずいかな。ちなみに、あ、ちょっと私がいるからちょっとよく見えてないんだけど、これね、マキナちゃん、マキナちゃんから見た人間関係、マックス先生のところ消えてるよね。これって今だっけ？ちょっと待って、僕から見たマックス先生はちゃんとパラメータ出てるよね。パラメータ出てるから、マキナちゃんがマックス先生に対して無の感情ってことかな。でもそれによってなんか演出変わったりとかあるかな。いや、わかんないけどね。マックス先生から見たマキナちゃんは愛情が多いけど、でも嫌悪も多いんだよね。これ大丈夫かな。ちなみに今4週目だよね。4週目で毛貝の強さってどのくらいなんだろう。今の僕でなんとか太刀打ちできる感じなのかな。できることならマキナちゃんとあと一人誰かを連れて行って、それでよもつひらさか行きたいですね。いや正直ね、もうめっちゃ気になるから早く行きたい早く行きたいんだけどな。誰かいるかな。学校にはまあこのメンバーで、通学路が七地くん。あ、ちょっと七地くん会いに行くか。そもそもなんだけど、七地くんと一緒に戦いっていけるのかな。七地くん、おはよう。大事な話なんだよね。大山くん、僕は今シリアスシーンな気分でね。あー、そうか。あ、でも一緒に歩こう。いやでもね、一緒に歩こうで連れてったとしてもさ、途中で離脱されることもあるんだよね。褒めてみるか。もちろんだと思う。なんか穏やかな表情、ちょっとホッとする。いや、マキナちゃんを待ってるんだけどいないな。みんな早く通学してきてくんないかな。平日だよね今ね、水曜日だもんね。何の話だろう。特別なイベントなんてなくたって、世の中には娯楽がいくらだってあって、堪能するには時間が足りなさすぎるんだ。いや、ほんとそれ、ほんとこれなのよ。ちょっとこの言葉すごいありがたいからスクショ取っとこう。時間が足りなさすぎるんですよね。いた
あ、マキナちゃんおはよう。挑戦するぞ。あ、ちょっと挑戦してみたいことがあるんだ。一緒にさ、マックス先生を助けに行きませんか。一緒に歩こうかな。マック行きましょう。あ、いたいた、ホーリー君をちょっと誘ってみようかなって思ってます。わかるよ。あ、自分がガキだなって思うよ、二重の意味でな。いや、ホーリー君全然子供じゃないけどね、私からしたら。いや、遊びにも行きたいけど、一緒にちょっとバトル行きませんか。ああ。バトルというか、よもつひらさか行こう。ということで、このメンバーで行こうと思います。僕と、あとはマキナちゃんとホーリー君というメンバーで。はい。あ、目がチカチカする。足原中津の町の色違いが広がっている。あ、これ初回だからか、こういう説明があるんだよね。二人に話しかけてみよう。あ、マキナちゃんが割り込んできた。いやいや、元気？いや、元気元気。三人でたわいもない話をした。でもあれかな、ホーリー君のためにここはさ、いちかちゃんを誘った方が良かったのかな。まあまあまあ、もうちょっと会話を。俺も負けてられないな。不安がる必要はないぜ、俺がついてる。ね、めっちゃ頼もしい。あ、ついに私の正体を知ってしまったね。そう、これはもう3週目で ね見たんだよ ねごめんね。今日マガタマまで集めて、さらに障壁どこかまで突き止められたりするかな。これはバトル？会話できる人？あ、会話できる人だ。違う、そうではない。先生の過去知ってるかな。誰か問いただしてくれ。お前は娘と呼べるだけのものを作り出した。だからこそそれに正しく向き合うべきなんだ。マキナちゃんのことだよね。正しく向き合う、あんまり正しく向き合えてないのかな。確かにね、マキナちゃん家ではさ、なんか、あーやばい、こっちに話しかけちゃった。マガタマの方ね。波の音が形を成した。空間に封印が浮かんだ。押せば鳴るとかある。これを動かせということだろうか。みんなで協力して押してみた。あ、よかったよかった。これ合力が足りてたって感じかな。今のお前の腕があればもっと違うものでも作れるだろうに。まあ、マキナちゃんを生み出したくらいだからね、何でもできるとは思うけど、なんだろう、マキナちゃんを生み出したのって実はあんまり良くなかったことなのかな。とはいえ、マキナちゃんを否定はしたくないよね。技術は過去への逃避のためにあるんじゃない。現在を、未来を作り出すものだと教えたはずだ。あ、これじゃあマックス先生の先生ってことか。先生の先生ね。まあ多分昔、そのさっき言ってた、まあ、奥さんと娘さんがいて、それを失ってしまって、それの穴埋めのためにマキナちゃんを作ったって。まあ別にその過程を否定するつもりはないけど、でもやっぱりマキナちゃんのことをね、なんかまがいものって言ったりだとかさ、ちょっとなんか見方が少しひねくれてるというか、なんというか、ちょっとそれは正しくないんじゃないかなっていう感じはするよね、正直ね。この辺の話になってきそうだな。マックス、お前は何をやっているんだ。まあ、先生、もっと言ってやってください。昔機械いじりの腕を褒めたこともあった。だがその使い道が兵器開発とは。まあでもそれだけ汚いのことを憎んでても、まあおかしくはないですよね。大切だった家族を多分その汚いに奪われてしまったっていう感じですもんね、きっとね。あ、息子？これマックス先生のお父さんか。マックス先生の先生かと思ってたけど、まあ、ある意味先生なんだけど。そうなんだ。マックス先生のお父さんがマックス先生に機械のなんやかんやをいろいろ教えたりをしてたんだ。今のお前が幸せだとは思えんよ。あんまり幸せそうには確かにね、見えてなかったけど、でも物事の考え方次第だよね、こういうのってね。先生本当にさ、なんとか助け出して、またちょっとね、前を向いて歩いてほしいな、歩き直してほしいなってめっちゃ思う。めちゃめちゃ思う。もう先生、
お父さんもすごい心配してる。で、一応この障壁を確認するけど、多分ここじゃないよね。そうだよね。多分なんだけど、私の予想ではやっぱりマックス先生ね、なんか海側で、巨大に襲われたというか飲み込まれてたので、今回ね、開く障壁もね、あっち側だと思うんだよね。ってことでまたちょっと、お話ができる毛貝を探しに行きましょうか。これも会話できる？誰？あー、誰？おー、あなたは誰？あー、とかあーとかしか言ってくんないんだけど。あー、ちゃんと喋ってくれた。あの者の目は失った過去だけを映している。そしてあなたは誰ですか？生の苦しみを忘れ、波の音だけを。生者よ、波の底へと。陸に居場所がないのであれば。あ、これはマックス先生のことだよね。陸に居場所がなければって言って、なんか海の底に引きずり込もうとしてる。これはマックス先生の元々の知り合いではないのかな。本当になんかもう、けがい。神様というか、なんというか、そういう存在なのかな。あの者の目は失った過去だけを映している。あ、これさっきと同じ存在か。おお。引用なんてできるわけがない。話せる気概だ。どうしてあんな怪しい外人さんに先生なんてさせるのかしら。子供たちが心配よね。わあ、これは保護者か。学校のね。先生15年くらい馴染めてないって言ってたもんね。でも、やっぱりこういう偏見ってなくならないよね。あの外人さんずっと不気味に思っていたのよね。とはいえ、ひどいよね。まあ、信用なんてできるわけがない。日本人の私が死んでるっていうのに、どうして外人さんが生き残ってるわけ？いつも陰気な顔をして何を考えてるか分かったものじゃない。近所付き合いをする気がないみたいだし、きっと日本人のことをバカにしているんでしょう。いや、多分ね、周りの人たちがそういう態度だからさ、打ち解けないというか打ち解けづらいんだよねっていうのもあるよね。まあもちろん先生が悪いところもあるとは思うけど、周りの態度も良くない。あ、嫌だ嫌だ。いや、これ先生の境遇も辛いよね。一人だけ生き残るなんて、どうせ悪どい手段でも使っていたんでしょ。あ、これさっきの怪我かな。ちょっと行って戻ってきたので。あ、嫌だ嫌だ。そうだよね。さっきの怪我だよね。ご近所さんか、もしくはあの、保護者の方ね。これでやっぱりここだ。ここの障壁ちょっとビリビリしてるもんね。調べる。障壁を見つけた。マガタマをはめる穴が1個ある。手持ちのマガタマは2個だ。ちょっと待って、あの障壁くぐる前に一応この辺でまた戦える敵がねいれば戦って、あとは話せる気概がいたら話してっていう感じで、まあ、できるだけ情報収集した後で進めたいと思ってます。私のことを覚えていてくれる優しい兄さん、でもそのせいで兄さんは一歩も前に進めない。これは妹さんかな。マックス先生、妹さんがいたんだ。私の模倣を強いられるあの子。あの子は私じゃないのよ、兄さん。ん？ちょっと待って。あれ、妹さん？私の模倣を強いられるあの子って言ってるのはマキナちゃんだよね。あ、ん？マキナちゃんは、あ、娘さんじゃなくて妹？妹さんを反映してたの？そういうこと？あれ、でも、一応娘さんだよね。立場としてはね、マックス先生の娘さんがマキナちゃんだけど、マキナちゃんのモデルは妹さんってこと？合ってるかな？私の身代わりを作ったところで、それは私ではないのよ、兄さん。私たちはもう20年も前に死んで終わってしまったの。でも、兄さんは違うのよ。誰か、兄さんを止めて、もういいんだって教えてあげて。兄さんはいつまでもあの日のまま。私の身代わりを作ったところで。いや、マックス先生止めたいよね。本当に止めたいし、私マックス先生かなり好きだからね。
一緒に遊んだりね、ご飯食べたりとかしてきたし、まあ、この集会ではまだだけど、いやなんか3週目の思い出が結構残ってるので、本当に助けたいよね、先生のことね。おやおや、私を仲間に入れたってことはそうなんだね。分かってるかな、マキナちゃん。そういうことなの。マックス先生を助けに行きたい。あ、生きているくせに、生き残ったくせに。これもまたお話ができる気概だ。誰だろう、これ。性に幸せを感じられないだなんて、そんなの贅沢すぎる悩みじゃないか。これもまたちょっと深いテーマが来ましたね。性に、そっか、羨ましい、恨めしい、なんとも言えないよね。死にたいって思いながら生きてる人も全然いるからね。性に幸せを感じられる方が少なかったりしない？そんなことないかな。いやー、わかんないな、こればっかりはちょっとわかんないな。どうして私じゃない、どうしてお前が生き残った。ここは暗い、寒い、何も見えない。生きているくせに、生き残ったくせに、羨ましい、恨めしい。でもこればっかりは仕方ないよね。多分本当に生きるかどうかっていうのはね、運でしかないと思うんだよね、この世界。変わってくれ、お前が死に私が生きていれば。マックス先生だったらなんかどう反応するんだろうな。ああ、この立場にいるのがどうして私じゃないんだ。死にたくなかったんだよね、この人はね。ちょっとこの方がマックス先生とどういう関係なのかっていうのはちょっと語ってくれなさそう。でも生きたかったんだよね。なんかちょっと悲しくなってくるね。誰かあの子を助けてあげて、前を向かせてあげて。これはどっちかっていうとマックス先生と近い人かな、ご家族の方かな。あ、そんなの誰だろう。復讐なんてもういいのよ。あなたは早く私たちのことを忘れるべきなの。あなたはあなたの幸せを探しなさい。お母さんかな、なんか口調的にちょっと母親っぽく感じる。あなたはせっかく生き延びたのだから。マックス、私の可愛いマックス。お母さんだよね、これね、きっと。お母さんからしたらそうだよね。自分の息子がなんか復讐のためにずっと生きてるって見たくはないよね。そうだよね。あなたはあなたの幸せを探しなさい。こんなのは望んでいないの。うら、え、これはそうだよね。そりゃそうだよね。お母さんがさ、ね、そんな自分のために復讐してなんて絶対思ってないよね。これ聞いてマキナちゃんはどう思ってるんだろう。あ、けがいを倒すのが私の存在意義。任せて。大丈夫か。マキナちゃんなら大丈夫か。はい、そして、道中のね、けがいと、まあ、戦ったり、お話をしたりして、なんとかまたここまで戻ってきました。で、ね、道中のけがいのバトル的にもね、なんか割と単純に、まあ、すぐ倒せたので、この後のバトルも大丈夫だと思います。ということで、早速行っちゃおうかなって思います。マックス先生のところにね。で、できれば止めたい。できればっていうか、もう本当に止めたい。マックス先生を止めたいです、私は。そして助けたい。気力と体力が回復した。進もう。この先に進んでマックス先生を取り戻しに行きましょう。ああ、来たのか。これも運命なのかもしれないな。マックス先生の姿が変わり果てていく。切れてるよね、あの岩のところ。うわぁ。
ことなんだ。妹を蘇らせるためなんだ。ここにマキナちゃんを連れてきてしまったことを若干後悔している。これマキナちゃん今聞いてるもんね。でも多分マキナちゃん自身はさ、気づいてはいたよね。うわ、マキナちゃんから先生への関係が無関係になってる。つらい。和田摘み、和田摘みか、強そう。これ本当に強そうだけど、今までの雑魚的の強さからいくと多分そんな強くないと思うんだよね。ってことで、まあ、戦闘はできるだけ間カットしながら進めていきましょう。愛情で攻撃しよう。マキナッチもやるよ。一緒にやろう。戦うしかない。ましたね、これで。あ、来た。剣気の際で見抜く和田摘みにとどめを刺す。上だよね。これはマックス先生は助けたい。ニニ君お願い。見えたぞ。こうぐっさり刺してるよね。よし、よし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 、先生が帰ってきた。本当によかった。これで、マックス先生は無事に、取り戻すことができましたね。いや、後悔はしない、絶対しない。助けられて本当によかった。人を助けて後悔なんてするわけないだろ。本当そう。ニニは仲間と共に、与物平坂を抜けて芦原町に戻った。勝利を携えて、よし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 、よかったよかった。4周目すごい順調な滑り出しですね。マックス先生は助けた。まだ一人も死んでない。はい、ということで。また世界の終わりまであと5日が出ちゃってるけど、人間関係見るか。いるね、いますね。ちょっと見づらいけど、マックス先生は無事に取り戻すことができました。ということで、今回のパートは以上にしましょうか。はい。ご視聴ありがとうございました。今4周目の世界また最初からやり直していて、1つ目のターゲットとしてマックス先生と戦って無事に取り戻すことができました。で、またね、ちょっと世界の終わりまであと5日って出てるので、次のターゲットが発生してると思うんですが、次ってどうだろう。実際どうだろう。正直他にさ、私なんか怪我に襲われそうな人いないなって思ってるんだけど、そんなことないのかな。この辺のさ、マックス先生、タカコちゃん、ナナチくんで、あとはミッチちゃんとかが3周目でね、怪我のターゲットにされてることは分かってるんだけど、それ以外が狙われてくのかな。サルとかの可能性もあるのかな。でもさすごい失礼なこと言っていい？けがいに狙われるのってさ、心が弱ってる人でしょ？猿の心が弱ってるところが全く想像できないんだけど。いやでもわかんないよね、人間って何を悩んでるかってその人にしかわかんないから。いや、もしかしたら猿は猿で何か苦しい過去があるのかもしれないけど、いや正直全然わかんない。他になんかターゲットにされそうな人が思い当たらないんだよね。まあでもそれはまた次回ね、見ていきましょうか。ということで、今回はこの辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。
ありがとうございました。